感じのロードスターじゃないですか。ああ、毎度お世話になっております。ロードスターって感じやろ。この色はいい。カッパラ、うん、カッパラね。カッパラ、カープなんとかしゃんって言うで。レッドじゃないの、なんか日本的な。そうな、あのいつものあのデカインが昨日来て、うん、これはもうあれやないか、カープのヘルメットカラーやないかって言って。そうなの。え、うん、なんでナンバーがあの広島カープのやつじゃないんやって言って一人で言いよったけど。そうな、そんなんあるんって言いながら、まあ、そんな話をしておりました。まあ、ということで、はい、あれですね、例のあれの取り付けです。例のあれですか。ああ、例のあれよ。あれですね、例のあれよ。こっち見てくださいよ。ね、はい、見えるかな、この奥底に。そこちょっと待って。よいしょ、見える。なんか今これテールエンドが1個、うん、2個でそのさらに奥にチラッチラッチラ見せ、チラ見せ、そこに入っとんやっていう。よう入ったな。いや、頑張ったんやって。いや、しかもあれで、うん、今回、どうしてもそのマウントのために開けた穴はあるんやけど、はい、とあと配線通すためにもうな、15ミリぐらいの穴をな、うん、1つと8ミリの穴を2つ開けただけやけ、うん、もうあの劇的にこう本体側の加工は必要とせずに。そうなん。そうよ、トラック、トラックじゃない、トランクをぶった切るぞにならんかったの。いや、まあ標準はトランクぶった切れ案件やったんやけど、うん、まあやっぱでもさ、トランク穴開けてここにぶち込むはなんかちょっと気が引けるやんか。そうですね、まあ、ただでさえ少ない積載量を減らしたくないよね。そうや、うん、でしかもなんかやっぱちょっとこうボディに穴開けるってなったらドキドキするやん。しかも、まあ、だってこの穴開けないかんか、この穴できれば開けたくないですね。こんなに開くんでってなるので、はい、それは避けたいので、はい、あのうまいことつけたわけですよ、僕は。ついたんですか。ついた、ついた。鳴らして。え？鳴らして。昨日はなじょった。早く鳴らしてください。昨日はなじょった。昨日は鳴っていたんです。はい。はい。だけど。ですが。え？だがしかし。だがしかし、今仮付けが終わって、おうおう、で音が鳴ること、まあ一応取り付け前に一回確認をして、おう、で、あ、音がとりあえずブーって鳴って。はい、であのアクセルとかそんなんでね、ブンブンってなる、色も変わる、あー完璧や、もう完璧やん。でまあ取り付けマグドースの方もして、はいはい、でまたその状態でテストして、あーいけるいけるって、よしって思って本配線や、うん、するやん、うん、ならんのやって。なんで。一応あのマグドースとのそのアプリケーションっていうのがあってですね、はい、最近あの目が薄くなってきょるけん、でかい iPad で最近やってるけど、なこのアプリがあるわけよ、マグドのな、いつものアプリがな、うん、でマグドのいつものアプリで、まあ、このマイカーっていうところを見たら、ダイアゴノースティックインフォメーションっていうのがあって、まあ、ここを見るともう今の接続状態確認できるわけですよ、うん、アプリ、サウンドブースター、キャンバス、うん、でサウンドモジュール、スピーカーで、これ正常な状態やと全部グリーンの OKOKOK になるんです、はいはい、オールグリーンになるんやろ、まあ、今電気入れてないけど、うん、オールグリーンに当たんのよ。でもうその音が鳴らなくなったあの日から、うん、もうこのキャンバスの信号がエラー表示しか出ないっていう。あ、壊した。いやいや、いやかと思ってな、一応その、コントロールモジュールを例えばテスラの方に付け替えて、うん、はい、まあ、それでクロステストをやったら、まあ、問題なく作動するし、る逆にテスラのを持ってきても問題なく作動はするんや。こういうことはあれやな、車を壊したと思うやんか。だから次キャンバス信号のところにオーテル刺したりとか、はい、あとは、もう一つ持ってる診断機とか、あとなんかほら最近あのレーダーで OBD に刺して使うやつとかあれやん、あの辺のやつとかを刺してもどれもこれも正常に動くわけよ。なので、まあ、おそらく本体側の出力の方も大丈夫だろうと、うん、ということは迷宮入りやな。そうなんやって、さすがにもう迷宮入りして、もう昨日の晩ぐらいから、うん、もう「うー、わからないよドラえもん」ってなっとったっていう。ああ、はい、そうなんですよ。来てくれたドラえもんだな。一応ドラえもんに連絡したんですよ、はいはい、おいドラえもん教えてくれって、うん、そしたら
大林モーター層をぶっ潰すとかって言われてっていう軽自動車で炎上させたのからなってやったな。そうなんやって、それ黒いドラえもんやん。そう、黒いドラえもんに電話して、こうこうこうなんすよっつって、あーなるほど、まあちょっと一緒に考えますわって言って、黒いドラえもんと今話しよったら、そのまあキャン通信線っていうんてな、例えば、まあ、この線なんか見てもらったら分かるかなと思うんやけど、はい、基本的にまあダイヤルコネクタが一番取りやすいですが、はい、もともとどこから出てきてるのって言ったら、まあもちろんですけどこの BCM ですね、はい、ボディコントロールモジュールから出てるんですね、はいはいはい、で BCM から出て、それを要は分岐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 で、例えば OBD の方だったりだとか、その他の部分だったりだとかにこう来とるわけですよ。ほんで、まあもちろん CAN 通信線なので、どこで撮っても基本的には同じなはずなんやけど、まあ、やっぱりその、まあ、その通信品質とか、はい、通信状態っていうのがどこで撮るかによって、やっぱり多少、まあ、その抵抗値の問題とかもあったりとかするけん、はい、やっぱ変わってくる可能性があるので、まあ、とりあえず、まあ、めんどくさいけど BCM の大元で撮ってみようかっていう、はいはい、とこなんや。でもな、 BCM の大元ってどこにあるか知っとるっすか。分からんすね。え、そんなか。頑張ってください。やろ、わかる、うん、でだけ朝電話くれた時に僕のテンションどうでしたか。はーって言ったらもうあの黒いドラえもんと電話し終わったぐらいに曽田さんから電話かかってきてくれて、もうこっちははーよ、ほんまにチーンって思いながら。そうですか、そうなんですよ。なので、まあ、ただしかもね、うん、それで解決するかどうかはまあ分からんよね。そうなんよ、もうこれがあれよね、うん、こういう取り付け物の怖いとこよね、ほんまに。そうなんよ、だからあれよ、はい、世の車屋さんとかこういうのをやろうとしてる人、うん、ちょっと儲かりそうだなと思ってやろうと思ってる人、はい、一言だけ言っておこう、はい、マジでやめとけって思うマジでやめとけって思う、ほんまにマジこれやったらな、真面目にコツコツ毎日お仕事をする方が絶対にええ、ほんまに。まあそうやけどなって思うよ、もうほんまに。マグゾーストを早く、もう今かと待ち焦がれとるオーナーさんがおるわけですよ。一回なったんです、ごめんなさい、本当に本当に一回昨日はね、なってね、うちのでかいのと一緒にね、いやフェラーリサウトかなとかって言いながらパラメータの設定するとこまでやったんですよ。あ、そこまで行っとったん、マジで。これはほんまにあれってなったんやな。え、あれ、そう、ほんでよしよしと思って、もうあの汗ボタボタ垂れながらやじょったけん、昨日はもう、はい、あーつって、よしじゃあ勝利のコーラでも飲もうって言って、ピンコーラを一本飲んで帰ってきたら、あれやで、ほんまにあれやで、ほんまに。そうですか。そうなんですよ。あ、まあ、なんでね、まあ、電子部品とか電装部品っていうのはどうしてもやっぱり目に見えない部分があるので、で、まあ、もちろんね、そのこういうリスクもございます、うんうん、が、まあ、もちろんね、はい、なんとかできるように、まあ、ちょっと今努力はしていこうとは思っておりますが、まああれよ、ちょっとお時間はすいませんなのでいただいておりますのでそういうちょっと今回はあの言い訳動画でしたというところで、はい、まあちょっとそれで、もう僕もあのね、ちょっとやらないと終わんないんで、はい、もう今日のあの夜の会食もキャンにしますんで。キャンでいいんですか。え、いけるやろまだ。いや、頑張ったら頑張れるかな頑張れるかな。いや、まあ、あの中国人にちょっとお金だけ渡して、もうあの後しまいしとってくれの方が楽かなと思いながら、もうほんまに。そうっすね、はい、そうなんですよ、詰まっとったしないんで、はい、そう、はい、まあそんな感じでね、はい、はい、じゃあ終わりたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。ということで、チャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです。ではまた、バーイ。はい、本日のおすすめはこちらの SOD1 の方にあります。まあ、あのうちのチャンネルを見ていただいている方だったら皆さんご存知だとは思いますが、あらゆるオイルに使える万能添加剤でございます。添加剤といっても何かこう一つの能力を足すというよりかは、オイルの基本的な能力を引き上げる、ワンランク上のオイルを入れたような感覚になるようなスーパー添加剤でございます。で、まあですね、それにプラスしてこちらの SOD1 フューエルの方もございます。こちらを入れることによって、さらに燃料の方からもあなたのエンジンを保護します。ぜひおすすめの添加剤ですのでお使いください。よろしくお願いします。